ベスト16一組目はスピード番長対決、大吾対水畑。斉藤大吾 VS 水畑、力まずは1本目です。いやー、まずだか、ドリフトしてない、水畑がやはり後追いで全く何もできず、前に誰かいると全くドリフトできない。設楽さん7-73です。大さんが 6.5、 上本さん7と。さあ入れ替えの2本目、今度はゴールドのマシン、水畑が前です。これを覆すには繰り返しには相当難しいと。まずは水畑、後ろから斉藤大吾。さあそれでも近寄ってもらっているところ、斉藤大吾いい振り返しだ。中に入って近づいていく、圧倒的勝負に。話にならん、皆さんの点数を見るまでもなく、ベスト8進出、斉藤大吾。